2アウトランナーは1塁です。バッターボックスにはバルデリスが入ります。今日はホームラン1本、第8号のソロホームラン、2試合連続のホームランです。まあね、ここでももう1本出れば一気に同点になりますからね。そうですね、点差は2点あります。ランナーは出ています。レフトへ行った、左中間、打球伸びて、どうだ、届いたか、同点ツーラン、今日2本目、藤田太陽を打たれました。ちょっと不用意にスッとえらい簡単にストライク取りに行きましたね。5対5同点、バルデリス今日2本目のホームラン、ツーランホームラン、同点ホームラン、第9号ツーラン、5対5同点、ゲームは振り出しに戻ります。その一発が山崎さん出ました。出ましたね、はい。まあ、初球ね、ちょっとカウント取りに来てるような感じっていうのは、インサイド狙いに行ってちょっと中に入ったボールですけどね、はい。まあ、でもそれ逃さずにね、しっかりと一発で締めたんですよね。バルデリスがしかしコンスタントに今シーズンは打っています。故障の影響で6月は月間打率は2割飛んで5厘と落ちたんですが、7月2割9分3厘に盛り返して、この7月も今日のゲームが始まる前までは3割以上。セカンド正面です。鈴木の打球はセカンドゴロ、3アウトチェンジ。しかし7回の裏、バファローズはバルデリスの今シーズン第9号、この試合2本目のツーランホームランで2点取って同点に追いついています。7回終了、5対5の同点です。